その仕組みを作るおっちゃうわけよな。これ置けよっか、こまんか、ほら、あ、風呂置けよっか、風呂置けでよか、周りは。たらいか、洗濯だらい、昔のな、洗濯だらいでおかだらよ。洗濯だらいの中を、新品じゃない、なんじゃ、よかだってこれな。これやね、置けでよかちょまわけやな、置け。置けでよかやだんじゃ。だいたい直径が60センチばっか。置けやと、接端があんのとは。もう、見ていいぞ、なっこで。バルクがあるわけよな、置けな。うん、こっからまあ水が上がっていって、ずーっとここを通っちゃうわけやな。ここの中に秘密が隠されちゃうわけやで。当然けど、この仕組みを見に行きましたけどね。帰りにちょっと、もうビーター投げ入ったでよ。材料を、な、ここでこうやっていこうやな。桶を。まあ材料たち桶が2つと、バルブがあれば渡す。そうめん流し。あ、もう。これこもうそうめん流し用に売ってるような感じ。これらだったら、あ、これ抜けんとこか。なんこれパンチよ、これパンチっとこれこれ、うん、こういうにこういうね、こういうね、これで中にこういうするこれこう流れとで、こまだこまんかぞやな、こういうじゃな。まあこうして作りとしてはよ、こういう感じで、うん、ここ流すとほら、はい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 、水の流れをしよう、シャーチ。まあ、ここに振っとかなかったことある。ここ、ここなんかどうかよ。値段が。まあ、ここ米とでおかわけ。ちょっと前米くるのかな。ここ分かったね、分かったと思うな。うん。だから第一号で腹かかったんだ。うん。こんくらいってたよ。あれ、一緒か。なんかこんくらいでおかわけか。うん。排水性がいけよかだってな。そう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 。56、50。うん。よし。まあこれちょっと買って、はい、はいはい、中はだちょっと中こまんか鍋でよかった、100均の鍋でよかったな。うん、なあ、これじゃ大丈夫の100均の、よし、これでそうか、中プロくるっち敷居を香水ばっかりでもよかったかな、3日持ってや。あ、はい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 、よしよし、はいはい、そういう流しでこうこまんかだ、1528円。お、もう太かったら1800円か。1080円じゃ、こっちは55型で、こう止まらない。1080円。おお、ここは一般だけど、ここは1891円で、2番目が1528円。2番目を50、2番目で濃いか、濃いやな、濃いね、またね、これあんまり米な、ここばっかったわけどね。もうこれはこんな中にピッチ置いてみらんと感覚が分からない。ここはね、まあ、まあいいかな、よし、まあ、ちくっちゃみなのかな。うん、行きましょう。はい、バッテリーがなかなかな。お、そう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 、まあ、とりあえずもう、あの、一応ね、はい、まあ、主だった材料だけ今、ナフコで買いましたけど、これは排水用な、わかりやすく言えば、はい、排水用パイプで給水用で、給水用はまあこれを、ここを加工して作るんだけど、うん、こっから先はほら水道ホース、水道ホース、水道ホースつないで、はいはい、水を出せば水が回るように、うん、あとこの真ん中バケツでほかがもいと思うて、バケツはダイソーで買っていきましょう、はい、100均で100円だから、はい、前買っていきます、はい、あとまあ、穴を防ぐシリコンね、はい、を変えましたんで、まあ組み立てで染め流しを作ってみたいと思います、はい、まあ作る動画はまた次回やな。残念ながら今日はまたバッテリーがあと1分で切るな、はい、もうなかろうなら、あ、またこれ作る動画は次週ということで、はい、次回ということで、はい、またバケツこくいかんねえか。あ、バケツはもうバケツな、うん、もう作っときにあのダイソーのあのバケツを、うん、そうそうそう、よし、はい、まあ、だんだん作っていく過程を撮影していけば、なるほど、ちょもちょもから、うん、よっしゃ、結局タコチッチ戻んねえはずで、なタコチッチを戻ん、まあリースで貸すとだいたいね、リースで1回1000円で貸し出せば、まあ2件貸し出せばね、元は取る、全然取れんの、はい、とりあえずこう、まあ印をつけておくかな、この辺ちょっと分かりゃよかからよ、こういうのな、うん、ちょうどぴったし光景がなかったわけよ、カッターが、はい、これ一回りをとかあげ、うん、まあ、大きいの一回り、光景が、うん、
で、ゲスかね、一回り小さいやつはあるけど、この一回り小さいやつは、まあ、あまりにも小さすぎる、口径が、はい。これで開けて、ちょっとずつ、まあ、削っていくかな。最初するんですかな。もう蓋開けたらいいなを、そこまでいけんわけやでな。もう、まあ、最初細かくで開けみっかな。よっしゃ。はい、はい、今貫通させて、まあ、こういう感じな、はい、表から見たらこれにまあこう小さい切りでさ今度は小さいドリルで、うん、まあ水が出る穴をこう開けるわけよな。よし、じゃあここ排水な、排水、排水、オーバーフローの排水をさ